かくの休日はポカポカで静かなとこでお昼寝。ダメだ、半分寝ちゃってるよ。まあお昼寝は却下として、レナリーどこ行きたい？練習のない休みの日って久しぶりだよ。え、どこでもいい。あたしは楽しいことなら何でも好き。みんなで一緒ならもうそれだけで楽しいよ。すいや、だったら原宿に行ってみたい。リナちゃんボード、ワクワク。クレープ食べたい。あとかき氷も、ウサギの耳がついたパフェとかシュークリームもある。リナリー詳しいね。シアトルから来たポップコーンのお店もあるよ。ポップコーン好き。お友達と食べ歩きしたい。いかにも女子高生っぽいことたまにはしてみたい。アイさん、原宿はまあまあわかるから案内するよ。途中で古着も見ていい？ちゃんボード、クラクラ。いつもこんなもんだよ。ほら、改札口が小さいからね。さーて、じゃあまずはどこから行く？クレープ。こういう時はシャキッと起きてる。電車の中で気持ちよくすやーってしたから元気だよ。あ、うん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 。リナリ、どう？あ、うん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 。あ、ごめんなさい。美味しくて食べるのに集中してた。リナちゃんボード、うっとり。わかる、美味しいよね。アイさんのも味見してみる？あずきいちごクリームだよ。うん、ありがとうアイさん。かなたちゃんのも食べてみなよ。かなたちゃんのはね、ビーチクリーム。かなたさん、ありがとう。最高。うん、ありがとう。私のもどうぞ食べて。ブルーベリークリームにアイスのトッピング。おいしい。夢みたい。学校のお友達と原宿でクレープ、ずっと憧れてたの。リナリ、かわいいこと言ってくれるな。じゃあ食べながらちょっと歩こうか。あっちの方に行きたい古着屋さんがあるんだけど、いい？あ、行ってみたい。ここ、前、カリンと来たことがあってさ、安いし可愛いしでお気に入りなんだよね。かなたちゃんも気に入った。
見て見て、かなたちゃんとはるかちゃん、お揃いの T シャツ。1枚300円。お買い得。スカート、ちょっといじったらステージ衣装に使えそう。次はウサギのシュークリームのお店に行っていい？そこ、かなたちゃんも気になってた。はるかちゃんにお土産買って帰りたいんだ。あ、じゃあアイさんもおばあちゃんとお姉ちゃんに買っていこうっと。ウサギのパフェもあるんだって。それは食べていこうよ。今日はたくさん歩かないと太っちゃうな。大丈夫大丈夫、明日からみっちり練習すれば平気だってね。君もそう思うでしょ。はるかちゃんへのお土産もいっぱい買えたし、満足。りなちゃんは原宿どうだった？